質問は、どんなことに幸せを求めていたらいいでしょうかと。まずね、幸せというのは段階によって違います。いろんな段階があるっていうことです。ね、ね、質問者の場合はね、その何が私にとって幸せだと思いますかってことです。何が私にとって幸せ。ね、だから幸せって言ってもね、例えば罪悪の重い人は罪悪が取り除かれることが幸せだと思うわけです、ね、じゃあ質問者の場合は何が幸せなのかってことです。家族と過ごすこととか欲を満たすこと。欲を満たすこと、まずね、欲を満たすことがね、いわゆるさよさんにとっては幸せだと感じたとしたら、なんで幸せなんだと思います？具体的にどうしたら欲が満たせるかってことですか？欲がね、欲を満たすことが幸せってことは何が幸せってことなんですか？イコール欲を満たすことが幸せっていうことは何が幸せっていうことになります？現実逃避。まあ近いですね。非日常ですね、非日常がね、幸せっていうことなんです。じゃあなぜ非日常が幸せなんですかってこと。日常がつまらないと感じてる。当然日常がね、つまらないからっていうふうになりますよね。こういうふうになる、ね、じゃあなんで日常がつまらないんですかってこと。なんで日常がつまらないんですかっていうふうになりますよね。なんでか、なんで日常がつまらないのか。だから欲をね、満たすこと、だから何が幸福感かっていうのはね、仏教の教えから言うとね、これが幸福です、信じなさいっていう教えじゃないわけ。もうそもそもそうじゃなくて、自分ってどういう人間かっていうことを客観的に見ることが大事なわけ。例えば欲を満たすことが、あ、私幸せだなっていうふうに感じるね、欲を満たすことが幸せだっていうふうに感じるとしたら、これはどういうことなんだろうっていうことを考えていくことが大事なわけですよ、ね、で欲を満たすことが幸せ、欲を満たすっていうのは日常を忘れられる世界が幸せってことなんです、ね、で日常を忘れる、ね、忘れることが幸せっていうことは、なんで日常ね、日常から離れたいと思うかっていうことが大事なんです。この日常と非日常の違いは何ってことなんです。日常と非日常との違いはどこにあるかってことね。こういう話になるわけですよ。
だから非日常を経験してうわこれが幸せだっていうふうに思う人って、うん、なんでそれが幸せなんだっていうふうに思うのかってことなんですよ。そうするとね、自分ってどんな人間かっていうことが明らかになるわけです。例えば僕だったら欲を満たす幸せっていうのは全然幸せじゃないわけです。全然ね、全然幸せじゃないっていうふうに感じるのはね、さよさんと僕といわゆる 見ている世界が違うからなんです。何が違うんだと思います？非日常っていうのはイコール罪悪を作る、うん、罪悪じゃなくて非日常というのは汚れがたまる、非日常ね、非日常っていうのは今だけ一瞬のこと、非日常っていうのは刹那的快楽なんです。だからどういうこと？だから刹那的快楽っていうことは。その時だけしか幸せを感じられない。ああ、その時だけ幸せだったらいいっていうことですよね、うん、っていうことはどういうことかっていうと、ね、欲を満たした幸せっていうのは、うん、欲を満たした時は楽しいけど、うん、欲を満たす前と、うん、満たした後と、うん、何も変わらないっていうことなんです、うん、そうですね、ね、それがね、欲を満たすことが幸せだって感じる人っていうのは、まあ言ってみたら自分のね人生というお金をこうやってドブに捨てて、うん、ね、全然何とも思わないっていうところがあるってことなんです。うん、ね、こういうことっていうことなんです。だから僕らするとその欲を満たしてその時は楽しいかもしれないけど、うん、いやーこれで一日不毛な時間を過ごしたなっていうふうに思うわけですよ、うん、本当不毛だな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 っていうふうに思うと、うん、だんだんうーん、まあ、楽しんでも10分かなとか、うん、楽しんでも15分かなとかこういうふうになるわけです、うんでも、さよさんの場合、ね、刹那的快楽を味わって、うん、それが楽しみだ、これが楽しみだっていうふうに言えるってことはね、うん、その自分の人生が、うん、時間が、うん、本当に無駄に過ごしてしまっても、うん、まあ、なんとも思わないところがあるってこと、うん、そうですね。ね。何かをその積み上げていくために人生過ごしてるんじゃなくて、そうそうそう日常がつまらないっていうのはさ、ね、日常がつまらなくなくなるっていうことは、ね、育てているものや積み上げているものがある時だけなんです。何かを積み上げていることがあったらね、いや人生って本当に楽しいな、つまり日常が楽しいなってなるわけです、ね、それがいわゆる幸福感になるわけですよ。だけどその何かを積み上げていくことや育てていくっていうことをやってない人の場合ね、うん、やってない場合それをやらないで何が楽しいかって言ったら、うん、非日常が楽しくなる、うん、でも非日常が楽しいっていうのはね、うん、まあはっきり言ってね生きてても生きてなくてもいいって言ってるようなもんなわけです、うんね、まあこれじゃないけど俺の人生いつ終わってもいいと、うん、
言ってるような人生を送ってる人が何が幸せですかって聞いてるわけです、ここがね、ここがね、またつまらぬ時間を過ごしてしまったとか、こう思えないところに問題があるわけ。なんで思えないのか、そこですよ。そうすると、さよさんの根本的な問題がこう出てくる。で、僕がもうずっとさよさんに話をしてきたことが、まあ、いわゆる関係してくるってことになるわけ。いいですか？なんで非、だから非日常が楽しいっていう人は、ね、結局、その、何にも変わらなくてもいいって思ってるわけ。何にも変わらなくて、ただその時間を使いながら何かこう人生が変わっていくっていうんじゃなくて、時間を 使いながら何にも変わらなくて、その場だけ楽しければいいっていう生き方をしてるっていうことなんで、どうですか、だいぶ見えてきました、自分の人生。だから何が それは普通じゃないとか思ってしまったりとか、それは普通じゃないっていうふうに思うのは、ね、それは普通じゃないと思ってる人から見たらみんな普通ってことです。これが普通。でも仏教を、ね、求めている人が自分、ね、仏教な、ね、なんかあれ聞いたはずですよ。なぜ生きるのか、なぜ生まれてきたのか、なぜ苦しくても生きなければならないのか、ね、生きる目的が大事です、生きる意味が大事ですとかっていう話をね、ずっと聞いてきたわけですよ、ね、これは意味がなくていい、意味がなくてどこが悪いんですかって言ってるわけですよ。そうです、意味のない人生を送ってたらそうなるってことですよね。そうそうそう、うん、まあ、全くその通りですね。そうそう、うん、そういうことだ。だから何が幸せなんですか、この幸せ、幸せっていう前にね、ね、どんなことに幸せを求めていたらいいんですかっていう、だから何がこれでどうして、ね、どうしたら幸せになれるのかっていうのが明らかじゃん、これで、ね、欲を満たすことが幸せってことは、いわゆる意味のない人生でいいよって言ってるわけです。意味のない人生でいいよって言ってるのはどうして、どうして、意味が分かってないから。違う違う、意味が分かってないからじゃないです、どうして、ここからもう、ここからもう明らかじゃん、大事なものがないから、うん、それは、うん、ね、自分の命の価値が低い、うん、これが根本的な原因。つまり自分の命ね、命をお金に例えたら、お金がね、例えば1日が1円だと思ったら、1円がね、ドブに捨てられても何とも思わないでしょ。でも1日が100万円だったらどう？いや、もったいない。もったいないですよね。その違いってことなんですよ、ね、自分の人生の価値が、人生の価値がものすごく低いわけです、低い、ね、低い、この低いから、だから自分の時間を、ね、無駄に使うことに何の抵抗感もないね。そこで、ね、さよさんは何が幸せなのかっていう、何が幸せなのかっていうことになるわけ、ね、
もうずっと求めている幸せがあるわけです、うん、ずっと求めている幸せが、うん、ね、もう幸せ、社員さんにとって幸せって何？これですっていうのがあるわけ、うん、これですっていうのがあって、うん、それをずっと求めてるんです、うん、ずっとね、ずっと求めている幸せがある、うん、それは何でしょう？自己肯定感。あそれは大事にされたい。ね。これがいわゆるどんなことに幸せを求めていったらいいのかっていう答えです。うんうん、もうこれもう全身に滲み溢れてます。全身に、全身に滲みね、溢れてる、ね、だから自分はこんなに能力が高いよ、こんなにできるよ、こんなにすごい人間だよっていうことをアピールしてね、ああ、さよさんってすごい、こんなすごい人なんだっていうふうに見てもらって大事にされたいっていうふうに思ってる。でも一方では自分の命の価値は本当にね、ね、ティッシュより軽いと。こういう風になってる。そうすると自分の命の価値が低いと、ね、当然のごとく人は自分のことを大事にしてくれないわけ。いや、大事にしようと思ってる人も大事にしなくなるんです、ね、なのに大事にされたいっていう風に思ってる。どうですか？そうですね。ね、これでは幸せにはなれませんよね。じゃあどうしたらいいの？これがずっと求めてる幸福感ですね。大事にされたいっていうのが多分ね、もうこれを手に入れるために生きてるようなもの。ずっと人生の目的なわけですよ、ね、大事にされることがもうずっと生まれてから今までね、求めてきた目的です。もうこれ一つです。でも大事にされたいけど大事にされないから、うん、まあいいやってなって、うん、欲に走ってるわけです。だからこの日常が大事にされるような日常だとしたら、うん、その欲を満たすことは幸せじゃなくなるわ、うんうん、ここまで話をしたからじゃあどうしたらいいかっていうことが分かりますよね。価値を高める。どうして価値を高めないといけないんですか？価値を高めると大事にされる。どうして価値が高いから？違う、いいですか、さよさんの価値が高いってなると、うん、ね、さよさんを大事にするってことは私の大事な時間とか心とか思いをね、採用さんのためにかけるってことなんです。そのかけたものは、ね、かけたものは、ね、その採用さん自身が自分のことを大事な存在だと思っていたならば、ね、当然のごとくかけたものを大事に思ってくれるわけ。だから大事なものをかけたら大事に思ってくれる。大事に思ってくれたらかけてよかったなって思うんです、ね、さよさんのためにいろんなものをかけてよかったなっていうふうになる。だからこれからも大事にしようって思うんです。例えば分かりやすければ本当にその自分自身をですよ、もう死んでもいいやってね、飲んだくれてる人がいたとしますよね。その人のために人生をかけようと思って頑張っていてね、なんとか酒をやめさせようとしたのにまた酒をうわーっと飲んでやったら
どうですか、その一生懸命頑張っている人はどんな気持ちになりますか。ほっとこうってなります。ほっとこうってなりますよね。ほっとこうっていうふうになる。今それが起きてるんです、さよさん。結構深刻だって分かってます。ね、その人がかけたんだから、かけたものを大事にしないといけないんです。例えば一生懸命飲んだくれていて、ね、いやなんとかね、よくしてあげたいと思って頑張った時に、じゃあ酒やめるって言って、こう少しずつ少しずつ真っ当な人間になっていくとしたら、それはかけた人は大事にしてよかったなっていうふうになりますよ。だけどそのかけてもらったのに、結局自分の命が大事だと思えないと、そのかけてもらったものも大事だと思えなかった。大事な命に大事なものをかけてもらって、初めて大事だって思えるんですよ。ああ大事にしなくちゃ、大事に生きていかなくちゃ。そうすると自分の命の価値が上がると、もう欲を満たすことがもう楽しみじゃなくなる、もう苦しくなる、不毛だから。そして同時に大事にしていくので、大事にされるという結果を受けると。ね、こういうね、こういう流れになりますね。わかりました。じゃあ次にどうしたら自分の命を大事だと思えるようになるのかと、ここです。ね、ここどうしたら自分の命を大事に思えるようになるんですか。自分の周りの人や物を大事にする。いやいや、まず自分の命を、自分の命を大事だというふうに思えるようになるためにはどうしたらいいのですか。自分の命を、ね、大事だと、ね、思えるようになるためにはどうしたらいいのですか。どうしたら自分の命を大事に思えるようになるのか。例えばお母さんが、ね、自分の命を大事に思えるように、ね、なるにはどうしたらいいのか。どうしたらいいんですか。自分の命を大事に思えるようになるためには、それはそれは自分の命を軽く見てるのは自分だと。こういうふうにまず気づかなくちゃいけないわけです、ね、自分の価値が低くなっているのは人が金低く見てるからじゃなくて、自分自身が自分の命を軽く見てる、ね、ここに気づくことが大事なんです、ね、
これを何という？これを？これを？自分自身が自分の命を軽く見ている。これを何という？何という？清盛さん。難しいですかね。これはちょっと A ランクの難しさですね。A ランクのこれここでパッと出てくる。パッと出てくる。仏語ですか？仏語。仏語。悟り。ああ。いいですか？自分の命を軽く見ている。ね、軽く見ている。自分の命を軽く見ているのは自分ですよと、ね、これを仏語で何というふうに言うんでしょうか。聖典の言葉にあるんですか、はい、聖典の言葉にあるんです。教学聖典にもありますよ。教学聖典に、教学聖典にある。どのあたりか。おお、本当に7冊の中にかちょっと範囲が広いんで自分の命を軽く、自分の命を軽く見るっていうことは何を軽く見てるってことですか。自分の命を軽く見てるっていうことは何を軽く見てるってことですか。時間ですか。うん、時間ですね。時間を、この自分の命っていうことは時間を軽く見る。ね、時間を軽く見てるってことですね。時間を軽く見る罪を何というでしょう。殺生。中等。うん、中等と言いますね。中盗というんです。これを中盗。盗むってことはどういうこと？盗むってことは、盗むってことは、盗むっていうことは何？盗むってことは、盗むってことは。お母さん、盗むってことは、盗むっていうのはどういう心なんですか。盗むっていうのは、盗むってことは、盗み心って何。盗み心ってね、中盗っていうのはね、人のものを盗むことだけが盗むってことじゃないんですよ。盗むって何。本質は、盗むっていう本質は、盗むというものの本質は何ってことなの。種をまかずに手に入れる、うん、結果だけ欲しいってことです。結果だけ欲しいっていう心が、ね、これがその中等なんです、ね、例えばお金持ちの人を見て私もお金持ちになりたいって思ったら中等なんです。お金だけが欲しいっていうことなんです、ね、お金だけが欲しい。例えばお母さんだったら健康な人を見て健康になりたい、健康というものだけが欲しいってのことだ、ね、その結果だけが欲しい、形だけが欲しい、形だけ手に入れたものにね価値があるというふうに思ってるってことなんです、ね、だからその時間をかけて何かを手に入れることよりも時間をかけずに手に入れた方が得だと思うんです、ね、
これが中途。そうすると、ね、価値があるのは何ってなるんです。価値があるのはいわゆる人が認めてくれるものなんです。例えば、ね、私が市長になったら市長という椅子が、ね、価値があるっていうことになるんです、ね、お金というものが価値があるっていうふうになるんです、ね、そのそういうものに価値を求めると当然のごとく、ね、例えばブランド品を求めてるんですよ。もう明らかでしょ。ブランド品に価値があるってことは何？ブランド品、ブランド品に価値がある。ブランド品、ブランド品が例えばさ、5歳の男の子を餓死させたママ友さん、うん、1200万円のお金を、うん、ね、踏んだくってた。そのお金を何に使った、ね、それで美味しいすき焼きを食べたなら分かる。でもほとんどそのお金を何に使った、うん、ブランド品。そう、ブランド品にかけた、うん、ブランド品にかけるってことは何？周りの人に大事にしてもらえると思った。いわゆるブランド品にお金をかけるってことはね、ブランド品を持っている私は人から大事にされるっていうふうに思う。それは言い換えると、ブランド品のない私は誰からも相手にされないっていうふうに思う。何かに、いわゆる結果が欲しいというのは、この結果に価値を置いてるわけですよ、私たちは。価値を置いてる。ね、結果に価値を置くと、そのこれに価値があるんであってね、私に価値がないっていうふうになっちゃう。ね、例えば成果に価値を置くと、成果に価値があるんであって。成果のない私には価値がないっていう風になっちゃう。例えば目立つ人ね、目立ちたいっていう人はね、目立っている私に価値があるんであって、目立ってない私に対しては価値がないっていう。何かに価値を置くと、そのそれがない自分は価値がないっていう風に下げていくわけよ、ね、しかも中等っていうのは時間をかけずに手に入れたものってことでしょ、ね、時間をかけずに手に入れたものに価値があるっていうふうになると、ね、私の時間っていうのはね、結果を得たその時だけが価値があるんだってね。結果を得るまでに得ようと思って求めていくその努力には、ね、それは誰も認めてくれるわけじゃないじゃないですか。ね、認めてくれるわけじゃない、その努力には何の価値もないっていうふうになってしまう、ね、大事にされたいって思いながら自分の時間、結果を、ね、結果を得ていない、結果のないその地道な種まきの時間っていうのを、ね、誰よりも自分自身が大事に思ってないんです。結果を出してみんなから認められている時間だけが自分にとって大事にしたい時間であって、ね、結果を得ようと思って、まだ結果を得る前のね、誰も認めてくれない時間っていうのは何の価値もないんだっていうふうになる。だから結果を得てみんなから認めてもらっているね、その喜びを味わえば味わうほど、結果を得て いないその時間は何の意味もないっていうふうに自分自身でぐわーっと下げるんです。これが盗み心の恐ろしさなんです。盗み心っていうのは、ね、例えばお母さんだったら健康な人が価値があると思っちゃう。だどんなに頑張っても健康にはなれない、健康な体にはなれないっていうふうになる。
そうするとね、そのどんなに頑張っても例えば健康だったらいろいろお世話が出る、健康だったらいろんなことができる、でも健康じゃなかったら何もできない。そうすると健康な人になりたい、なりたいっていうのはね、自分は努力をせずに健康だけ欲しいっていう、健康だけ欲しいっていうことは自分がね元気になるために努力をする、その努力っていうのにね、それは努力しているだけで誰も認めてくれるわけじゃない、誰もチヤホヤしてくれるわけじゃない、ね、その地道な種まきっていうものに価値が置けなくなるんです。そうすると人生ってね、ほとんど地道に種をまいている時間だけなんですよ。ほとんどチヤホヤされる人って、例えばオリンピックのですね、その金メダリストって言ってもね、それはチヤホヤされる時間はあるかもしれないけどね、ほとんど地道に努力してる時間なんですよ。その地道に努力してる時間こそ人生の大半を占めている時間なんです。その人生の大半を占めている時間に価値がなくなってしまうと、自分の人生に価値がないっていう風になっちゃう。だから自分の命に価値がないって思ってるのは、本当に価値がないと思ってるわけじゃなくて、いわゆる結果を出してチヤホヤされている時間には価値があるんです。でもそこに価値を置くと、そのそれを求めている時間っていうのはチヤホヤされてないから価値がないってなっちゃう。下げていくんです、この自分で。だから仏教っていう教えはね、結果だけ手に入れても何の意味もないっていう教えなんですよ。結果だけ手に入れてもそれは自分のものにならない、ね、例えばその、 1200万円もらってね、ふんだくったそのママ友さんはブランド品を買ったとしても、そのブランド品を本当に自分が汗水垂らしてお金を貯めて買ったものじゃないから、ね、だからその努力に価値を置いてないからね、手に入れたことに喜びがないんです。だから結果だけ手に入れたら価値があるというふうに思っちゃ う、そのお金を奪ってね、それを買って自分のものにしたと、ね、でもそれはそのそれを手に入れるために頑張った時間がないからね、喜びがないんです。例えば、いやこのブランド品買ったのよ、どう、すごいって言ってね、わあすごいねって言われたとしても、でもその自分が努力したものじゃないから自分のものにならない。お母さん聞いてます、ね、自分のものにならないんです。わかります？例えばあの人には褒める、あの人に挨拶された、あの人にも挨拶された、私に挨拶されなかったってなった時にね、なんで私に挨拶されないんだ、それは挨拶されという結果だけが欲しいってことなんです。でも挨拶、ね、なんで挨拶しないんだって言って挨拶をしてもらったとしても、ね、それは自分の喜びにはならないんです。当たり前になっちゃうだけなんですよ、ね、挨拶してもらえないんだなってなった時に、あ、挨拶してもらえるように一生懸命努力をして挨拶してもらえるようになったとしたら、ああやっぱり努力してこうなってよかったなってなるわけ。その何か思い通りにならないことが起きた時にね、不満を言って、なんでそうならないんだ、なんでこうならないんだ、なんでこうならないんだ、そうやって不満を言って思い通りになる、それ中道なわけですよ、ね、人を動かして、人に文句を言って人を責めて人を動かして思い通りになったとしても、それはね、自分が時間をかけてそういうね結果を得たものじゃないわけです。その時間をかけて得たね結果を得たものじゃないと、どんなに自分の望んでいるような結果を得たとしても自分の自信とか自分の価値にはならないんです。この自分の命の価値を高くしようと思ったらね、やっぱり望んでいるものを時間をかけて得ていくしかないんです。
例えばね、私のところにね、いきなり診断会の人たちがね、いきなりこう、もう高森先生はダメです、上田さんしかいません、バーッと集まってきたとしても、ね、それは僕がやっぱり説法してきたからなんだっていうふうにはならないってことなんです。ね、その人たちに真心を込めて接していって、その人たちとちゃんと人間関係を築き上げていって、初めてね、ああやっぱりこうやって話をしてよかったなってなるんであって、その認めてもらえるとかもらえないとかそういうこと関係なく、やっぱり時間をかけたものに、ここに価値を置かないといけない。結果じゃダメなんですよ。時間をかけたその時間にこそ価値があるんですよ、ね、例えば事務所のことでいろんな人たちと接していくとね、ね、その思い通りにならない時にね、所長だからなんでこの人こうしないの、こうしたらいいじゃないの、その思い通りにならないことをね、注意してね、否定してで動かして手に入れたとしても、それは結果は手に入れるかもしれないけどね、その時間をかけて積み上げてきたものじゃないから、そこに価値を置けないんです、私たち。だから仏教はね、老いにせっかっていうように結果に価値を置かないんです。結果を求めるための努力にこそ価値を置くんです、ね、努力にこそ価値を置いて、それで結果が得られなかったとしても望むような、でもその努力に価値を置いてるから、こうやって頑張ってきて結果は得られなかったけどこんなに頑張ったじゃないかっていうね、そこに価値を置く、価値を置いていく、その時間に価値を置くことができるから、自分の命に価値が出てくるわけです。だ、結果じゃないんです。結果が得られるか得られないかじゃない、ね、結果じゃない、チヤホヤされるかされないかじゃない、ね、その自分の結局チヤホヤされる時間って人生の中のほんの一部分なんです。人生の大半はそんなことのない、認められることのない、本当に地道な種まきの時間なんです。その地道な種まきの時間が、ね、結果こそ価値があると思うと、地道な種まきの時間に価値がないっていうふうになっちゃう、ね、自分の価値が低くなってしまう。だから地道な種まきの時間っていうことに価値を置けないから、この時間は結果が得るときは欲しいけどね、結果だけ欲しいけど、それ以外の時間は欲に流れていっても、これの結果さえ手に入れればね、欲に流れてでもいいっていう風になる。でも私にとって大事なのは、ね、結果じゃないんです。結果に価値を置くんじゃないんです。自分の何気ない毎日のその積み重ねですよね。その一日一日のね、努力にこそ価値を置いていかなくちゃいけない。それが中等だと、中等の心があるとね、結果だけ手に入れたらね、つまり同じ結果なら時間をかけない方が得だと思ってる心が自分の価値を下げてるってこと。ね、結局それで浮いた時間は欲にしか使わないんですだから何だ、どんなことに幸せを求めていったらいいんですかと言ったらね、それは自分のやっぱ真面目なね、努力、真面目な努力にこそ価値を置く、この価値があるっていうふうに自分が感じることが幸せなんです。そうやって真面目に努力をしてね、行くことに価値を受けたら、自分の命の価値が上がるわけ。自分の命の価値を上がると、人が私のために時間を使ってほしい、使っていきたいと思うようになるんです。ね、
時間を使っていきたいっていうふうに思うと、ね、それを自分がありがたく受け取ってね、例えばお母さんだったらお父さんが、ね、お母さんのためにいっぱい時間を使ってる、お母さん自身が自分の命を大事に思わないとね、お父さんがお母さんのためにかけた時間をね、本当に大事に思えなくなる。あ、本当にありがたいな、いや私は本当お父さんのおかげで生きながらいてるよと、お父さんのおかげで生きてるよと、こういうふうになったらね、お父さんはね、お母さんのことをもっと大事にしたいって思うわけですよ。こんなにかけてよかったな、ね、こういうふうに思う。だからね、お母さん、お父さんはお母さんを大事にするし、お母さんは大事にされるような人になる。あ、大事にされるってこういうことなんだ、わかります？例えばお母さんのために料理を作ってくれた人がいると、あ、一回一回の食事は当たり前じゃないんだな、ね、その私のことを大事だと思ったらね、この大事な命をながらえるために食事を作ってくれるっていうことは、これはありがたいことなんだってなるわけですよ。そのありがたいことをありがたいなって、自分の命が大事だとね、ありがたいなって受け取るわけですよ。自分の命が軽いとね、自分が望んでいる食事じゃないとすごく軽く扱うんです、ね、まあ、こんな食事とかっていう風になるわけ。こんな食事ってなるのは、それは、ね、自分の命が軽いからなんです。自分の命が重くなったらね、自分のために用意してくれるもの、例えば病院に入院したとなったら看護師さんがいろいろやってくれること、思い通りにやってくれるかどうかじゃないわけですよ。その看護師さんが私のためにやってくれる一つ一つのことを、いや、ありがたいなって受け取れるようになるわけ。そしたらね、看護師さんも、ああ、お母さんにやってあげることは本当に喜びだな、やってあげたいな、みんなから大事にされるようになるわけです、ね、その自分の命の価値が上がるっていうことはね、みんなから大事にされる人になるっていうことなんです、ね、それは自分が価値のある結果を出してどうだってやることよりも、人が何かをしてくれたことを全部ありがたいって受け取った方が絶対人から大事にされるんです。そうですね。でもそれをありがたいって受け取るためには、ね、少なくとも自分の時間に価値を置かないといけない。自分の時間にこそ、それが結果が得られる得られない関係ないんです。だから先生はね、その結果至上主義のところがあるんです、ね、どんなに努力しても結果を得なければ意味がないっていうのがある。それはいわゆる東大に入るためには必要だったかもしれない、ね、結果を出すためには最小の努力で最大の結果を出すことが必要だったかもしれない。だけど人生は結果が出なかったとしてもね、その結果を得ようと求めていく努力にこそ価値がある。そこに価値を置いて頑張っていくことが、それが自分の命を大事に思えるようになる、ね、それはね、結果を出してる出してないって関係ないわけですよ、ね、例えば自分の思ってるような結果が出ないとね、なんかその自分の時間に価値を置けなくて、なんか自分の人生を、ね、怠惰な生活とかね、食生活もぐちゃぐちゃとかいうふうになっていっちゃうわけ。それは自分の時間にね、その価値を置いてないわけ。結果が出なければ自分の努力に価値がないって思っちゃってる。もう努力、この結果が価値があるんだよ。努力に価値がないんです、ね、仏教はね、結果っていうのは努力が現れただけなんです。一つ形として、この努力にこそ、時間にこそ価値がある。それが結果が得られる得られない、失敗して結果が得られなかったとしても、その時間に価値を置けるようになったら、自分のね、その人生って時間をどんどん費やしていくからね、その時間をその努力に変えていけばね、その自分の価値ってどん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 上がっていくわけです。そしたら自分のためにやってくれるいろんなことがありがたいな、ね、
自分のためにやってくれることは全てありがたいなって思えるようになって、自分の人生が本当にみんなからね大事にされるような人生に変わると、それが西洋さんの幸せと。